皆さん、こんにちはということで、本日もね、やっていきたいと思います。で、今日もですね、ドジャース情報と、このオフシーズンのね、情報をやっていきたいと思いますけども、まず、残念なニュースですが、えー、大谷翔平、肩の手術を受けたということで、まあ、ワールドシリーズでですね、アダッキュしてしまったところの、まあ、左肩ですね、で、関節芯の修復手術ということになってまして、まあ、おハッピーとかが受けたやつかなとは思うんですけども、ただ、 スプリングトレーニングには間に合う見込みだと、えー、ドジャスが発表しておりますんで、そこの部分に関してはとりあえず良かったのかなと思いますけどもね。まあ当初はですね、構造的な損傷は見られなかったというようなですね、えー、発表がされていたんですけども、まあ実際その時もね、損傷があったのか、まあ出続けたから悪化してしまったのか正直わかりませんけども、どちらにしろですね、手術になってしまったということですね。 ただ成功しておりますし、で、いつもあのね、えー、手術を担当しているニールさんですね、が、えー、嫉妬したということになるんで、で、手術自体も、おそらくその内視鏡みたいな感じで、小さい穴を開けて行ったような感じなのかなと思うから、まあ、大きく切ったりとかっていうことはね、えー、最小限で済んでんのかなと思うので、それはね、体のダメージ的にも、えー、少なくて済んだのかなと思いますし、 まあそこも良かったかなと思いますけどもね。で、ドジャースネーションの方にも、今回まあ手術があったということで、整形外科医の方にね、ちょっとインタビューみたいなのをしているらしいんですよね。まあもちろん執刀医の方じゃないから、直接見ているわけじゃないんで、一般的にこう考えられるよね、みたいな意見しか出てこないわけですけどもね、もちろん。ただ、スプリングトレーニングに間に合うっていうのは、現実的にはあり得るということなんで、 まあそこはね、良かったかなという感じと、ただやっぱどういうことをしたのかとかね、どういう、まあ、レベルの損傷だったのかとか、まあその選手の回復具合とかね、人によって違うと思うんで、まあそれによってはやっぱり、あの、復帰時期も変わってくるよねっていうのは当たり前なんですけども、言われていて、まあなんかおハッピーとかだとね、同じような感じだけど、4から6ヶ月みたいなね、最初出た気がするんで、まあ彼は結構ね、やっちゃった感じもあると思うからね、 また違うのかもしれませんけども。で、同じような手術方式だったかもわかんないんでね。ただ、まあ、翔平の場合はね、スプリングトレーニング間に合うっていうのは現実的なんじゃないかなっていうことも言われていると。であと、ピッチャーの方ですよね。二刀流復帰っていうのがね、期待されているわけなんですけども、投球についても、まあ、大丈夫じゃないかっていうことも言われてるんで、まあ、とりあえず右投げだったからまだいいっていうのはあると思うんですけども、ただその、 左肩もやっぱりこう、フォームに関係してくるはしてくるし、動かす部分ではあるからね。そこが、まあしっかりとうまいこといくのかっていうのと、まあバッティングの方もね、左肩だったからまだ良かったっていうのももちろんあるわけですけどもね。そこはね、不幸中の幸いだったっていうことはね、言われてるわけですけども、まあとりあえずはね、えー、間に合うっていうところは現実的なんじゃないかなっていうことも言われていると。で、あとは、まあその、手術するかしないかみたいなところもね、 まあ、絶対しないとダメだねっていう状況だったのか、まあでも一応しとこうかっていう感じだったのかにもね、よって変わってくると思うんですよね。だからそこまでじゃなくて、ただ念のためしとこうかっていう感じなのであれば、復帰が早いっていうのもなんとなくわかる気もするし、まあ通常の感じでもこれぐらいの復帰でね、え望、ー、めるのかもしれないんですけどもね。まあそこはもう、嫉妬したというかね、直接見た方じゃないとわかんない部分もあると思うんですけども、 ただ、ドジャースとですね、その嫉妬したニールさんがね、もちろんその意見もあると思うんですけども、スプリングトレーニングに間に合う予定であるってことはね、えー、言っているということですから、まあ、とりあえずそれを信じて、翔平が、まあ、スプリングトレーニングにいい状態で臨めることをね、えー、願うしかないかなというふうには思いますね。まあ、完全なその二刀流復帰っていうのはちょっとね、遅れる可能性も出てくるかなと思うし、 まあ当初考えていても開幕からね、あのー、完全な二刀流というか、まあ、復帰ができるのかっていうのはちょっとね、目指してるけどもわかんないかなと思ったんですけども、さらに若干遅れる可能性も出てくるかななんて思いますけどもね。まあでも彼ならなんとなく今年もそうでしたけども、無理じゃないかなとかって言われてた部分もあったけども、えー、しっかりと開幕から合わせてきてるから、 ま、そこはね、一応目指して、えー、やっていくとは思うので、それで、まあ、やっていった結果間に合わなかったらしょうがないと思いますしね。それは、えー、ちょっとね、復帰が遅れるとか、まあ、開幕が若干遅れるっていうことで、まあ、どっかのタイミングではね、しっかりと戻ってこれると思うので、まあ、なるべく無理せずですね、スプリングトレーニング、そして開幕っていうところにね、照準を合わせつつね、えー、やっていってくれたらいいのかなと思いますね。 ということでですね、ちょっとね、残念な形ですけども、えー、左肩の手術を受けることになったという感じでね、しっかりと成功はしたので、えー、あとはどれぐらいで戻ってこれるか待ちたいなというふうには思いますね。そしてですね、mlb.com の方のドジャースの、まあこのオフシーズンどういう感じになるかなというね、記事が出ておりましたので、ちょっと紹介したいと思いますけども、 まず今ね、GM ミーティングが行われておりまして、ドジャースからのコメントは今日出てなかったらしいんですけども、多分明日出るような感じらしいですが、今日はね、出なかったと。ただ、もう現地の火曜日から始まっているという感じなので、今日からね、3日間ですかね、やっているような状況にはなりますね。で、その後ですね、日程的には11月19日、 えー、QO を出された選手がね、受けるかどうか判断する、まあ、期限なんですけども、それがありまして、あとはルール5ドラフトがあるので、そこをですね、プロテクトする選手がいるチームは、まあ、枠内に入れないといけないので、まあ、その期限でもあるよね、と。で、これもこの前言ったんですけども、11月22日がノンテンダーの期限ということで、どうするかっていうね、その候補というか、 まあ、対象になりそうな選手に対してどうするかっていう感じをね、考えていかないといけなくて、その期限ですね。もし、えー、契約しないということなのであれば、まあ、それをこう、通達するというか、まあ、その期限にはなるかなと思いますけどもね。で、そうなった選手は、ま、FA になるっていう感じですね。で、12月の9日から11日でウィンターミーティングが行われるということで、で、先ほどのそのルール5っていうのは、えー、最終日なので、11日に行われるって感じですね。現地のね。 いう形にはなりますね。えー、そして、12月の15日で、2024年度のですね、インターナショナルサイニングの契約が、えー、期間がね、終了するということですね。で、あとはその、来年ですね、1月15日に新たなインターナショナルサイニングの期間が始まりまして、まあ、これが重要な日程という感じでね、出ておりますね。そして、ドジャースの今後の動きの予想としてはですね、復帰する可能性が高い選手は誰かっていうことで、 まあ、ワールドシリーズを勝ちましたんで、メンバーをできるだけ維持しようとするんではないかっていうことで、まあ、ただね、これはもちろんビジネスなので、様々なことが起こるでしょうということも書かれておりますから、完全にね、まあ、自動的に再契約するっていうことではないけども、可能性はあるんではないかっていうのと、あとは、昨日とかもね、キケが戻りたいとか、テオヘルもね、えー、残りたいとか、えー、フラーティも残りたいとかっていうこともね、まあ、大体の選手が残りたいって言ってますんで、 普通はね、その残りたいっていう選手側の感情がまずないと、再契約っていうのはね、起こらないと思うんですよね。だからまず残りたいというね、選手側の気持ちがあって、で、ドジャースがまず残したいという気持ちがあって、じゃあいくらでっていう感じになっていくわけですから、で、そこで折り合うかどうかっていうのがあるんでね、そもそも、まあ残るという気持ちがなければ、その交渉すらない可能性もあるんで、 だから大体の選手は残り台と言ってるから、まあ残す可能性もね、もちろんチャンスも生まれてくるということで、まあ残る人が多くなる可能性もあるかなっていう感じでしょうね。で、テオヘルに関しては双方にとって理にかなった契約で復帰する可能性があるんではないかということなんで、まあ複数年契約ですね。まずテオヘルからすれば3年以上の契約っていうところが望ましいんじゃないかなと思いますし、 まあ市場では3年でね、60何ミリオンとかっていうことがね、出ておりますんで、まあ年俸にするとね、20ミリオンちょいぐらいですかね。それぐらいがこうね、出てくると。だからまあ3年で4年とか出てきて、で、ドジャス側からすると、まあ、やっぱり後払いみたいなことになって、 まあ、アベレージが下げられればなっていう感じの契約で、まあ、うまいことまとまればっていうのが、その、ここでね、言われている双方にとって意にかなった契約っていうことにはなるんじゃないかなと僕は思いますけども、まあ、それがうまいこといけばという感じですね。であとは、トライネンについても、ほぼほぼのね、チームが興味を示してくるであろうということがね、言われておるという話なんですが、彼もドジャースに残るっていうことを希望しているということも書いてあるんで、 またね、再契約の可能性もあるんじゃないかということですね。なので、ほとんどの選手を呼び戻すチャンスがあるということだという感じで書かれておりますね。そして、ドジャースとしてはですね、リーグのトップに君臨し続けるためにそれほど多くの補強はね、現状必要としないけども、先発ローテーションの補強は必要ではないかということですね。 まあやっぱりですね、怪我から戻ってくるからどの程度かなっていう選手ももちろんいると思うし、今いる選手に関しても怪我するかもしれないっていうのもあるんで、まあ必要かなっていうところですね。で、その候補としてはやっぱりスネルが上がっているということなんで、獲得を目指していたピッチャーでもあるから可能性はあるよねと。で、あとはですね、グリードとバーンズも可能性があるんではないかということも書かれておりますね。 で、あとはですね、テオヘルがね、再契約とならない場合は、ガイアの補強もね、優先事項となるんではないかと。で、パフェスを起用するっていう可能性もありますしね、っていうのも書かれておりますねで。あとはショートで、アダメスをね、取ってくるのであれば、エドマンがセンターに行って、ロハスがユーティリティ的なところにもなりますけども、まあもしそうならないのであればね、根気通りって感じにはなってくるのかなと。 で、あとトレード市場に関してはデビン・ウィリアムズ。まあ彼がやっぱりね、人気があるところなので、適正価格であれば間違いなくトレードに関与していくんではないかということと、であと他のトレードで言うとクロシェですね。で、あとはルザルドが選択肢になり得るんではないかということが書かれておりますね。なのでまあ今までこうね、オフに入ってからもそうですし、そのちょっと前からもやってきていますんで、まあたいね、名前が上がってきているところは、 同じような選手にね、もちろんなってるかなとは思うんですけども、MLB 公式での予想としても、そんな感じにはなるんではないかという話ですね。で、あと1点ですね、その、まあ、ピッチャーの怪我っていうところに関連して、昨日なんかグラスの方が手術したんじゃないかみたいなね、えー、コメントいただいて。で、それを昨日、まあ、僕自身はね、記事として見てなかったんで、あれって思ったんですけども、 まあちょっと調べると日本ではそういう記事がちょっとだけ出てる。で、その元になったところを見ていくと、まあなんか手術っていう感じでもない気がするんですよね。で、ドジャース的にも発表がされてないとは思うし、で、他のその、まあ元になったアメリカの記事も手術したっていう感じでは書いてないと思うんでね。まあ要は YouTube にインタビュー動画が出てですね、それを元にした記事が出て、 まあそこでね、手術となったっていう話にはなっちゃってると思うんですけども、日本の記事だとね。ただ、まあアメリカの記事とあとはその他でもその手術したっていうのは出てきてないんですよね。なんでまあ、ちょっと間違いなのかもしれないなとと思いつつ、まあ再検査というか再画像診断して、今のところ大丈夫で開幕 OK だみたいなニュアンスになってるんじゃないかなと僕は思うので、まあ多分大丈夫なのかなとは思うんですけどもね。 最近手術したけど開幕 OK だぜっていうのもなんかちょっとね変な感じだからそれがですね再度画像診断して検査してみたけども状況としては良くなっていて開幕は OK だというニュアンスであってほしいなという感じですねまあ、ちょっとねわかんないんですけどもおそらく、えーまあ、本当に手術していたのであれば今日みたいにね今日は小平が手術っていうことで出てきてますけどもあんな感じでですねまあ、ちょっとした手術であっても情報としては アメリカの方で報じられているとは思うので、で、そもそもその、元々インタビュー動画が YouTube に上がっているのがもう13日前とかなんですよね。で、そこの、まあ、インタビュー動画を記事にアメリカの方でされたのが昨日なんで、まあ、もしそこのインタビュー動画13日前で、例えば最近手術したんだっていうのを言っていたら、まあ、そのタイミングでもう、ね、他で報じてるというか、チームとしても報じてるのかなとも思うんでね、普通に考えると。だから、 まあ大丈夫かなっていう感じはするんですけども。まあそういう感じかなと、個人的には思ってますけどもね。まあただ本当にしているのであれば何かしら発表されてくると思うので、まあそれがまたね発表されてくればお知らせしますけどもね。まあそれがなければまあ大丈夫ということでいいんじゃないかなと思いますね。 続いて ESPN の方になりますけども、まあ、佐々木朗希の話題がね、連日というか、まあ、このところでね、昨日も話したんですけども、ロッテのオファーをね、拒否して、まあ、ポスティングになるのか、また再交渉するのかみたいなね、話が出てきていて、まあ、ちょっとポスティングの可能性もあるんじゃねえかみたいなね、雰囲気が出てきたわけですよね。で、アメリカの方でも結構いろんなところが報じていて、で、今日は ESPN なんですけども、まあ、ポスティングされるとは言ってませんが、 まあなんかその兆候があるというか、まあ可能性があるんじゃないかっていうことですね。で、FA ランキングということでね、トップ50っていうことで出てるんですよ。で、普通、佐々木朗希は、まあ大体のところはね、あんまりランキング内にいなかったりするわけですね。で、ちょっと順位がもうちょい低かったり。だから来るかわかんない選手なんで、まあ今も来るかわかんない選手ではあるんですけども、ただ ESBN の記事のランキングで2位に入れてるんですよね。 だから、まあ、2位に入れるっていうことは、まあまあなんか、えー、信憑性があるのかなっていうのをちょっと思っちゃったりもするんですが、まあ、まだね、本当にどうなるか全然決まったわけじゃないからあれなんですけども、ただ情報として何かしら持ってんのかもしれないなとも思いますよね。2位に入れてくるってことはね。その可能性がまあ高いことを踏まえて、みたいな感じで2位に入れてるっていうね、えー、ニュアンスで書いてあるんで、まあ、どうなるか楽しみだなと思いつつね、 で、先ほどもその mlb.com の方でインターナショナルのね、サイニングの期間が決まっていて、で、ボーナスプールっていうのも決まっているわけですけども、だから12月15日でとりあえずそのね、今年の部分が終わって、で、次が1月のね、15からまた来年分っていう感じにはなると思うんですけども、なので、今来てしまうというか12月15までに契約してしまうと、最高でも2.5ミリオンの契約金ですかね、になってしまう。 で、どっちしろ今来るとマイナー契約ではあるんで、その、まあ本当の契約自体が大きなものはね、もちろん得られないんですけども、契約金は2.5ミリオンが最高に今来るとなると。で、1月の15以降になれば、またリセットされて来年分になるので、まあそこがちょっと上がるよねってことなわけですね。ただ全額彼に使っちゃうってことはないと思うので、まあ予想としては5ミリオンですかね。 の、ええー、まあ、契約になるんじゃないかと、サインがね。そんな感じでは予想されていると、e s p n で、やはりですね、まあ、有力はドジャースっていうことがやっぱり言われるわけですけども、一部のスカウトはですね、佐々木はより小さな市場を好むだろうと考えていてですね、また違うチームもあり得るんじゃないかっていう話ですね。で、あと今年はね、急速が落ちているんで、えー、怪我をね、懸念している部分もあるということですが、ただ、 まあ結局そのね、高い金額を払って獲得するっていう、まあ今来ればね、そういう状況じゃないので、かなりのですね、ディスカウント価格でやってくるわけですから、まあ怪我を持ってるかもしれないっていうね、現状かもしれないけども、まあそんなのはやっぱ関係ないよねってことだと思うんでね。まあほとんどのチームがね、魅力的には感じるよねっていうことですね。でまあ今年とかその25歳ね、以下で来ちゃうと、こういうことにはなるので、まあ吉信のように、 えー、もう2シーズンぐらいかな待って、いい契約をもらって来る場合もあるけどもね、っていうことも書いてありますがね。まあ、果たしてどうなんでしょうね。とりあえずその、今年来る場合は、契約が1月の15以降にした方がいいってことなんですかね。となると、えー、ポスティング期限っていうのが12月の15とかですよね、確かね。 申請するというか、その期限が。だからそこをギリギリぐらいまでに申請して、で、45日間の交渉とかなんで、確かね。だから、1月15日を過ぎてからサインするって感じになるんでしょうかね。まあ、通常であれば、その、ウィンターミーティング前にね、申請して、そこをこう、被っていってみたいなのが、まあ、普通かなと思うんで、だいたい、まあ、11月とかにね、ポスティング申請するんですかね。吉野部もそんな感じだった気がするんだけども、 ただ、えー、佐々木朗希本当に来るのであれば、まあ、どこで交渉しようが、その、契約自体はマイナー契約にはなっちゃうから、まあ、あんまり変わらないと思うんですよね。その金額が高く出てくるってことではないから、では別にね、その後ろであってもいいのかなと、ウィンターミーティングとかの後ろであってもいいのかもしれませんしね。まあ、そこに被るようにやって、 まあうまいことその1月15日を過ぎるね、日程でやれるかもしれませんけども、まあそんな感じでですね、予想というか ESPN の方でランキング2位に入ったということなんでね、ちょっと話題にはなってますんでね、まあ楽しみでもありつつ、まあどうなるのかなって感じもしつつっていうところですが、まあとりあえずそのチームに貢献してからとかね、そういう意見もあるし、 ま、生かしてやってくれよっていう、そういう意見ももちろんね、二つの意見があると思うんですけども、それはもうね、去年の段階で、このチャンネルでは、まあ、その議論はとりあえず終わってるかなと思うんで、あとは、もうチームとして生かせるのか生かせないのかっていう感じですよね。で、そこに何かしらの約束があったのかどうなのかっていうことなんで、まあ、通常であればね、大きな契約が得られないで、その譲渡金がもらえないんで、チームとしてはそれまではね、生かせないのが普通なんですけども、 ただその前にこういう話題が上がってくるってことは何かしらがやっぱりあったけども、ただしっかりとした契約の段階に入ってなかったのかもしれないしね。でその辺はわかんないんだけども。だから、まあ、結局、そのね、チームに貢献してからうんぬんっていうのはもう去年の段階で、まあ、大体ね、意見としては出尽くしてるので、まあ、いいとして、あとは本当にロッテがどういう判断になるかだけなんじゃないかなと思うんでね。まあ、とりあえずそれ待ちかなっていう感じでしょうか。だから、 ま、どっちでしろ12月の15までに申請はしないといけないと思うので、まあ、それを過ぎたらもうなかったということでしょうし、まあ、その前にね、えー、ポスティングが OK されたとか、ダメだったとかっていうニュースもね、出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、とりあえずね、11月この後、そして12月あたりの頭、えー、注目して待ちたいかなと思いますね。で、そのね、有力視されているのドジャースっていうのはずっと出るんですけども、 もうね、日本人はいいよっていうコメントも結構来ますけどもね。ただ、まあ、個人的にも前から言ってますけども、佐々木朗希側からするとパドレスなんかなってちょっと思ってるわけですよね。そのダルさんがいるっていうのもあって、まあ、WBC でも関係性っていうのはあると思うしね。だから誰がいるかっていうところで考えたら、まあ、パドレスなのかなと。まあ、もちろんね、育成の感覚とか、チーム状況とか、どこにあるのかとか、まあ、そっちの方が重要かもしれないんですけどもね。 だからその誰がいるかっていうところだけだったら、まあパドレスなんじゃないかなとも思ってるわけですけども、あんまりね、その、アメリカというかあっちの方では、えー、パドレスっていうのはそんなに出てこなくて、ドジャースしか出てこないって感じなので、まあそれ以外のチームを狙いに行くわけですから、まあ本人のね、あの、感覚というか、まあ本人もドジャースってもう言ってんならあれですけどもね、多分そんなに言ってないと思うから、まあ普通にいろんなチームにチャンスがあるんではないかなとも思うんですけどもね、 まあでももうドジャースだろうってなんとなく決めつけられてる部分も、えー、アメリカの感じのね、えー、記事だとあるんで、まあパドレスも結構可能性あるんじゃないかなとも思ってるわけですけどもね。まあ、えー、それももう行くっていうのが決まらないと、えー、言っててもしょうがない話題なんですけども、まあでもそんだけやっぱね、彼は盛り上がる部分のね、選手なので、 で、今回2位に入れてるっていうのは、なんとなくちょっと違うなとは思いますけどもね。という感じの、えー、佐々木朗希どうなるのかというね、まあ、連日出てきているんですけども、このところね、えー、話題となっております、えー。続いてですね、アスレチックの方になりますが、えー、ヤンキース情報としては、キャッシュマン GM がですね、ボラスさんとすでにね、外について話し合ったということがね、出ておりまして、 まあ今はね、GM ミーティングもありますんでね、その辺に関してのね、話も出てきていると思うんですけども、まあ一応もう話し合ってはいると。まあ軽くでしょうけどもね。まあそんな感じが出ているということですね。あとはニューヨークポストの方ですけども、もちろん外の獲得がプラン A なんだけども、アロンソンに関してもね、ヤンキスとしてはプラン B として行くんではないかっていうところで、まあそれもね、なんとなく話としては出たらしいんですよね。 で、あと、アロンソというか、外が取れなかった場合の候補としては、えー、ニューヨークポストにはですね、アロンソとかですね、あとはスネル、フリードとかですね、バーンズ、あとはブレグマンかな。まあ、このあたりの可能性もあるんではないかということで、まあ、外が取れなかった場合のプラン B、C、D のね、一部にその選手たちが含まれていると。で、外が獲得できなければ、 ヤンキースは3人ぐらいね、スター選手を、まあ別で取れる可能性はもちろんね、資金的に、外の資金に、えー、そっちで分散させればね、それぐらいは取れるんじゃないかっていうこともあるんで、まあその辺をね、もし取れなければ狙っていくであろうということですね。そして ESPN の方ではですね、ブーン監督が、まあそのままね、続投すんじゃないかということで、2025年はですね、球団オプションがあるということなんで、まあそれを使って、 でね、チームが残すっていう方向にするのか、まあ、もしくはですね、新たな契約についてっていうこともあるんで、まあ、オプションにするのか、新契約にするのか、両方について話し合うことを想定しているという話が出ているらしいんでね。まあ、おそらく続投ではないかということが、キャッシュマン GM の話から出てきているという感じですね。まあ、ニュアンスとしてはやっぱ、そっち方向という話にはなっていると。 あとはまあ、この信憑性としては謎ですけども、ヤンキースとしては外に13年575ミリオンのね、オファーを準備してるんではないかということもね、えー、今日ちょっと出てきておりましたんでね。まあ、これはもう、どの程度信憑性があるかは別として、まあ、スタートがこれなんだっていう感じでもあるんでね。まあ、そしたらやっぱ600とかって、ね、なっていっちゃう可能性も出てくるかもしれないけども、ただ、その、外のなんて言うんでしょう、契約をね、 もう早めに決まるというか、えー、ウィンターミーティングのね、あたりとか、まあそのね、後ぐらい。で、早めにこう決めてくれないと、取れなかったチームも困ってくるわけですよね。だから、まあ結構早く決まるんじゃないかっていう意見もね、出てきておりまして。ということはですよね、まあそれなりに納得するであろうオファーを早めに出していかないといけないということでもあるので、まあそういう感じになれば早く決まるかもしれないと。で、 狙っているチームもね、早く決めないと、え、プラン B の人たちが先にどっかに取られてしまったら補強が成り立たなくなってきちゃうんでね。まあ、どんどんこう、去年みたいに、まあ、伸ばしていってしまうと、先に決められてしまうので、他の選手がね。それを避けるためにも、まあ、とりあえず早いとこ決着をつけて、次に進むチームは次に進みたいということがあるのかなと思いますけどもね。どうなるかわかりませんけども、なんとなく遅くなるかなと思ってたけども、 まあ、早いと決まる可能性もあるし、まあ、本当に取りに行くチームがね、まあ、3チームかぐらいに絞られんのかもしれませんよね。最初から。そうなってくれば、もうそこの、まあ、一級かもしれんし、まあ、ちょっとわかんないですけどもね、ニューヨークの一級ちの可能性もあるということも出ておりますが、まあ、そんな感じで、まあ、どっちかに早く決まるみたいなこともあり得るかもしれません。そして、トレードルーマーズになりますけども、まずですね、ボ某シ子はトレードはないと、とりあえず今のところ、 えー、GM がね、そんな感じで話してるみたいなので、これも本当に状況によって変わってきちゃうと思いますけれども、でもとりあえずブルージェイズとしては、えー、勝っていく方向ではあると思うんで、まあ、まずショートとして彼を起用していくと。で、おそらくね、えー、トレードデッドラインあたりで判断っていうことになるのかもしれませんし、まあ、ちょっと去年ね、成績が悪かったから、今出してもっていうのはあるかもしれないしね。 まあ復活してくれればね、トレードデッドラインでの価値もあると思うので、まあ万が一そのね、トレードを売る方向になるのであればね、ブルージェイズがね。だから、まあとりあえずキープしてシーズンを迎えるって感じにはなるのかもしれないんで、えー、ショート補強としてはボービッシュはトレードではね、この、 オフシーズンは取れないかもしれませんね。で、あとアトランタがヨバルディに興味を示しているっていうのが出ておりまして。で、あとですね、アスレチック GM の話では、ルーカーはキープされるという見込みであるという話ですね。で、ジャイアンツですけども、ポージーですね、えー。まあ新たに就任しましたけども、ショート獲得を目指すということが今日出ておりましたので、まあアダメスですかね。 かまあ、キムハソンなんですけども、まあそこはちょっと手術があったからね、どうかわかんないんで、まあアダメスをとりあえず行くのかもしれないね、ジャイアンツはね。で、ジャイアンツ予想っていうのも結構ね、強く出ている媒体もありますんで、まあとりあえず取りに行く可能性あるかなという感じですかね。あとは監督のね、話というか、まあ、 パドレスがですね、シルト監督と契約延長間近ということでね。まあそういう情報も出てきておりまして。あとはテキサスがですね、シ、え、ューメーカー元監督をシニアアドバイザーで採用したということですね。まあだから、どこの監督に次なるのかなみたいな噂されておりましたけども、えー、ホワイトソックスとかもね、違う人に決まったし、まああんまりこうね、えー、他の枠もなかったからかもしれませんから、とりあえずね、テキサスの方に入ったということで、 ま,あまた監督業に戻る可能性ももちろんあるんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、とりあえずシニアアドバイザーに採用されたという感じにはなりました。 ということでですね、まあ今日の情報としてはこれぐらいかなと思いますけども、まあとりあえず、まあ翔平の手術がね、行われたということなのでね、無事にスプリングトレーニングにね、元気な形で戻ってくるというか、間に合えばいいなっていうのを願うだけですね、今はね。であとは佐々木ロッキがどうなるのかっていうのがね、まあ早いとこ。 えー、許可されるのか、まあ、許可されないのかっていうのが早いとこ出てきてくれたら、まあ、どうなるんだろうな、みたいなこともね、なくなりますんで、どっちかに決まるといいなと思いますけど、早いとこね。ただまあ、どっちしろ期限としては12月の15までにね、えー、申請期限があるから、まあ、それを過ぎてしまえばもう、えー、今年はないということにはね、確実になるんで、まあえー、どうなるかですね。あとはどっちしろその申請もね、先ほど言った通り、 その1月15日を超えてからの契約ってなると計算して申請しないと、ね、いけないんで45日間ですかだからまあそのギリギリに出すと1月いっぱいまでとかになるのかな契約のね期間というか交渉期間がね。だからまあギリギリに出せばまあそれはそれでいいのかもしれませんけどもね。 っていう感じでね、えー、とりあえずそこもどうなるかね、注目かなと思いまして、まあまたね、情報があり次第ですね、えー、お伝えしていこうかなと思いますね。で、あとはまあ、えー、どこがどこに興味示してる系の記事もね、ちょいちょい出てきてますんでね、まあそこもね、えー、楽しみではあるかなと思いますし、大物の FA がですね、ランキングでまあ上位の FA がどこに決まっていくのかなっていうのも、まあ楽しみだなという感じと、 ドジャースがですね、どういう感じの補強していくのかと。あとはヤンキース外をね、残留させられるのかと。ま、あその辺も注目ですよね。個人的にはね。という感じで、えー、今日はですね、これぐらいで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、X のフォロー、コメントよろしくお願いします。でおりまーす。